回の裏、楽天は松井から2球目クリア投げました。アウトコースから入ってくるカーブ、ストライク。川崎さん、はい、クリアについて斉藤ピッチングコーチなんですけれども、ボール自体は悪くない、あの2回のデッドボールのところなんですけれども、第2球を松井に投げました。インサイド直球上したファール、三塁線ゴロが決めてファール。あのデッドボールの後ちょっと